昼夜運転。昼夜運転とは、公共交通機関で、深夜時間帯、22時翌5時も含めて24時間、運行を行い、駅や停留所などで停車し、旅客扱いを行うことを指す。昼夜運行とも言う。ただし、夜行列車、夜行バス、長距離の国際線航空便もシニア帯の運転を、するがこの範疇には入れない場合が多い。 ニューヨーク市地下鉄やマンチェスター空港への空港連絡鉄道など、アメリカ合衆国やヨーロッパの比較的規模の大きい都市の地下鉄などで行われているのが著名である。手法としては、経営路線の多くが観光船と急行線に分かれた複々線であるため、複線ずつを確実で整備することによって夜間の運行を確保している。 ロンドン地下鉄での週夜運転は、ナイトチューブと呼ばれている。深夜割増しの制度はなく、日中と同一料金である。ナイトチューブは2015年のラグビーワールドカップに合わせて導入される予定であったが手当てが少ないとして、乗組員組合から反発を受け導入が延期されていた。2017年9月現在、金曜日と土曜日の深夜から早朝にかけて5路線で運行されており、 2020年には郊外を除く、ほぼ全線に導入される予定である。鉄道の場合、最終列車運行後から、始発列車運行までの時間は補線などの工事を行う時間であることや、その時間は大部分の住民は、睡眠時間であることから、週夜運転実施には注意が払われている。22時翌朝5時の間に勤務する労働者、深夜勤務。 ここでは乗務員や駅員の賃金は労働基準法で通常時間勤務5時から22時の25%増、いわゆる深夜手当となるため収入の割に支出が多くなることからこの時間帯は運転本数を大きく減らす場合もある。また大都市周辺の通勤路線では最終列車がおおむね午前0時から1時ごろ、始発列車が おおむね4時30分頃から5時30分頃に運行されることが多い。新幹線の場合、補線中の鉄道事故防止や高速運転がもたらす騒音による沿線の睡眠妨害などの影響を防ぐため、悪天候や災害などでのダイアグラムの乱れなど、特殊な事情の場合を除くと、0時6時の営業運転は行わないが、監督官庁や沿線自治体に許可を得た上で、 1967年から日本万国博覧会大阪万博が開催された1970年頃と2000年12月31日のレイルスター21世紀号 2002FIFA ワールドカップ開催の2002年6月に一部区間で0時6時の運転が行われた全国的に実施された終夜運転の例としては 前述の FIFA フフワールドカップ時における JR 在来線、私鉄、地下鉄各線がある。また、突発的な例としては2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、渋谷駅や新宿駅など東日本旅客鉄道のターミナル駅で多数の帰宅困難者が発生した際、各地で滞留している帰宅困難者を救済するため、 東京地下鉄など一部の大手私鉄では、終夜運転が行われた。大規模な鉄道運行麻痺時の終夜運転としては、首都圏国電報道、1973年4月24日、発生時に、帝都高速度交通営団、東京地下鉄に、警鐘が、日本国有鉄道、国鉄、JR 各社に分割継承の要請を受けて、運行した例がある。 日本では1980年代後半より1990年代前半のバブル景気期には JR 大手私鉄に対し社会的な要請として終夜運転の要請がなされまた東京の地下鉄でも前述したニューヨーク市の例に倣って終夜運転をすべきという意見が出されたこともあったがメンテナンスの時間を確保することや地下鉄の複々線化が費用対効果上。 困難である問題からできなかった。深夜帯でも需要があり、社会的な習慣でも、ある年末年始の初詣については、終夜運転により対応が行われている場合が多い。日本においては、首都圏、近畿圏、名古屋、福岡などの大都市圏を中心行われているほか、台湾においては、台北で12月31日より1月1日にかけて、主に年越しのために、 台北101へのカウントダウンを目的としたものが知られている。伊勢神宮や柏原神宮などへの初詣で客が見込まれる近畿日本鉄道では特急の終夜運転も実施されるほか、小田急電鉄も一般列車に加え、江ノ島方面を中心に特急、ニューイヤーエクスプレスなど運行する。なお、鉄道事業者によっては事業者の全線ではなく、 利用者の見込める区間や路線を中心とした実施となることもあり、運行間隔は日中よりも大きく開くことが多い。ただし、1990年代後半以降、一部の鉄道事業者、大手私鉄では、東京急行電鉄や西武鉄道では、需要が認めにくい等の理由により、最終列車の繰り下げ、午前2時頃までや、 始発列車の繰り上げ午前4時頃からなどで対応し、終夜運転とはならない場合もある。また、名古屋鉄道では2004年度の運行を最後に中止している。JR 各社でも、北海道旅客鉄道、JR 北海道と東海旅客鉄道、JR 東海では2014年度の終夜運転を中止した。東京都交通局、都営地下鉄では労働葬儀により一時期、 終夜運転を中止していた。そのため一部鉄道路線では、終夜運転を行わない路線が、終夜運転を行う路線に振り替え輸送を行う措置を取った。現在実施されている事業者においても、利用者の減少や運行コストの増大などにより、本数の削減、あるいは実施路線や運行区間の縮小がされている事業者も多い、京成電鉄、京王電鉄、 近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、西日本旅客鉄道、JR 西日本、東京都交通局、都営地下鉄三田線、2016年度より、一月30分間隔より午前2時台4時台の、間は1時間間隔に縮小など、終夜運転20時する乗務員、駅係員には深夜勤務、正月勤務と二重の、手当が上乗せされるのに対し、 乗客から支払われる運賃は日中と同額になっている。深夜や早朝に大規模な祭りやイベントが開催されるとき、そのアクセスとして、通常は旅客列車が運行されない深夜、未明の時間帯に旅客列車が運行されることがある。単、中距離の路線バス、高速バス、急行バス等を含むにおいては、深夜帯には深夜バスを運行している事業者がある。 ものの、鉄道と同じく需要が認めにくいことや、深夜勤務となる乗務員等へ25%増賃金、深夜手当を支出することを抑える理由で、終夜運転を実施していない事業者が多い。また、路線によっては、バスターミナルやパークライド用駐車場が24時間営業ではない理由もある。ただし、空港との行き来に用いられる、リムジンバスの場合は、深夜、 早朝の航空機との連絡目的で、午前2から3時台に、始発、終着となる便が設定されている場合もあり、運行時間の区分けが曖昧になっている。この場合、停留所には駐車場を備え、自家用車でのアクセスを想定しているのが普通である。さらには、2015年7月1日以降、関西国際空港と大阪駅を結ぶリムジンバスが、深夜帯も1時間に1本を運行する。 夜運行となった一般の路線バスでは、神奈川中央交通や三重交通、京阪バスなどが、毎年12月31日から翌年1月1日までに、かけて、終夜運転を行うことがある。神奈川中央交通では、丹沢山系大山が沿線にあり、初日の出目的の登山客や、大山阿富士神社への初詣出客が非常に多いため、伊勢原駅及び、 大仙小学校、校庭臨時駐車場より、大仙ケーブル駅まで、ピトン運転を行う。三重交通では、伊勢神宮参拝客対応として、宇治山田駅と伊勢神宮下空、伊豆津川駅と伊勢神宮内空との間を結んでいる。京阪バスでも、同様に、成田山大阪別院廟王院、成田山不動村が沿線に存在しているため、京阪香織園成田山不動村全館で、 ピストン運転を行っている。これらは前日の鉄道における発毛で参拝客輸送と同じ理由である。また、沿線に多数の発毛でスポットを抱える京都市 A バスでも、鉄道と接続するターミナルと特に参拝客の多い、車地を結ぶ3路線で、例年週夜運行を実施している。南海バス空港営業所の第2ターミナル連絡バス、および、 国際貨物地区線では毎日終夜運転を行っている。特に後者は深夜に出発する貨物便対応の兼ね合いから1から3時台の真夜中においても20分間隔という比較的高頻度で運行されているのが特徴である。2013年12月20日より東京都交通局は都営バスの終夜運転の施行を始めた。 金曜深夜の渋谷六本木間で深夜1から5時台において1時間10分間隔の運行となっていた。しかし、利用が1便あたり9人程度と低迷。赤字も2014年8月までに270万円に達したこと、推進した猪瀬直樹都知事が辞任し後継の舛添ズ一は、これを見直すことにしたため、2014年10月31日深夜をもって廃止となった。 台湾では、台北高尾間など幹線を中心に、高速バスを24時間運行している会社が多い。深夜帯は、おおむね1時間間隔で運行されている。日本と違い、昼間と同一料金となっている。ただし、実際は深夜帯は、割引運賃にしている場合が多い。船舶においては、タンク間のフェリーを中心に、昼夜運転。 中夜運行が行われている事例がある。これは、航路が橋やトンネルの代替、いわゆる海上国道区間となっている場合に多く見られ、乗客よりも大型トラックとそのドライバーが主な顧客となる。日本では、瀬戸内海を隔てた本州と四国を結ぶ航路や、津軽海峡を挟んだ本州と北海道を結ぶ、青函航路で多く見られる。特に全車、四国フェリーなどは、 本州四国連絡橋の開通後も、料金の安さと乗船中の仮眠ができるメリットもあって人気が高かったが、2000年代終わり頃から高速道路の深夜割引などが充実し、利用が減少している、向こう国道フェリのように、終夜運行を廃止後、航路休止に追い込まれたものもある。競合をしていた四国フェリーも2014年に、終夜運行を中止した。公営では、 桜島と鹿児島港を結ぶ桜島フェリーが行っている。タクシーの場合は利用者の便を測るために終日運行されていることが多い。ただしタクシーは定時ダイヤに乗っ取って運転されるものではないこともあり終夜運転と称さない事例が多い。また一定の条件で運転される乗り合いタクシーは終夜運転を行うことはない。さらにタクシーは22時5時大阪府 福岡市など一部は、料金が深夜、早朝割増しとして、加算距離が通常よりも2割短くなる。また飛行機でも過去に、日本航空が、東京国際空港、羽田空港、福岡空港、板付空港間を、大阪国際空港、伊丹空港経由で結ぶ、ムーンダイト便という夜行便があったが、これも、終夜運転とは言わない。日本の航空路線の場合、 騒音問題からの空港の使用時間の制約や、鉄道や路線バスといった空港アクセス交通機関の運行時間の関係から、週や運行どころか、深夜や早朝時間帯の旅客便の運行は非常に少ない。ただし早朝の便数は、事前購入割引などの普及により、増加傾向にある。 スターフライヤーで北九州5時30分発羽田6時55分着の早朝第一便、羽田23時30分発北九州1時15分着の最終便が設定されている程度である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。